なぜだ？なぜこのようなことに？オーナー、いえ、兄さん。これで分かったでしょう。もうやめてください。ブレアか。お前がここまで手引きしたんだな。そうか。そこまで私に逆らうのか、妹よ。お兄ちゃん？ブレアちゃんのお兄ちゃんなの？ブレアはオーナーの妹だったのね。エターナルスフィア内に生まれた生命体たちは私たちと比べても何ら遜色のない思考を持つほどに成長しました。もう彼らは私たちの手を離れたのに。バカなこと。こいつらは所詮データだけの存在でしかない。エターナルスフィアという世界そのものが完全なる虚構に過ぎないのだぞ。彼らは私たちと同等の心を持つに至った今、私たちとの間にどれほどの違いがあるっていうの？兄さん、その証拠に、これまでのように私たちの世界からエターナルスフィアへの一方的な干渉を行うことはできなくなってるじゃない。それこそが彼らが私たちと同じような存在に成長したという証明でしょ。うん。しかしこいつらは我らに危害を加えようと空間を超える力まで手に入れたのだぞ。そのような危険な存在を放置しておくわけには。彼らが私たちの世界に現れたのは、元はといえば兄さんが彼らの世界を消し去ろうとしたからなのよ。彼ら自身は何も悪くないわ。そうだよ、私たち何も悪いことなんてしてないもん。何を言っている。こいつらの存在そのものがエターナルスフィア自体に重大なバグを発生させる。そのような悪質なウイルスを消去して何が悪い。ウイルスだと。確かに僕たちはお前の手によって作られた存在なのかもしれない。だけどだからといってお前に全てを決定する権利なんてないんだ。自分たちの滅びるその時ぐらいは自分たちの手で決める。ゼロと一との集合体に過ぎない分際で、たとえ事実がどうであったとしても私たちには思いがあります。みんなを助け世界を救おうという思いが。そうだ、僕たちはこれまでそういった多くの人たちの思いに支えられて旅を続けてきたんだ。その思いを裏切らないためにもこの世界を消させやしない。何が思いだったわけなことを。貴様らの言う思いなどというものは所詮我らの感情を模した作り物にしか過ぎんのだ。作り物作り物って言わないでよね。私はあんたなんかに作られた覚えなんてないんだから。兄さん、まだ分かってくれないの？黙れブレア。分かっていないのはお前の方だ。いかに高度な存在になろうこいつらはあくまでも作り物でしかない。データはデータらしく素直に消去されるがいい。ふざけてんじゃねえ。負けないもん。全てが自分の意のままになると思うな。僕たちはお前のおもちゃじゃないんだ。これでは不死身になってしまう。お構いねえ。おかしい、間違っている。何かが決定的に間違っているぞ。
造したるこの私がどうして。兄さん、もうこれで終わりにしましょう。さあみんな、エターナルスフィアのバックアップを取り出して、私ができる限りの保管を行うから。こんなことがあるはずがない。この私がこのようなことに、創造物が私を超えるなどということが。そうか、問題となるデータの消去などという生易しいことを考えていたからこうなったのだ。ウイルス同士による該当データの保管があるというのなら、全てを無にしてしまえばいい。ルシファー兄さん。そうだ、銀河系などとは言わず、エターナルスフィアに連結している全てのデータを完全に消去してしまえばいいんだ。そうすればこいつらも完全に消滅させられる。こんな簡単なことになぜ気づかなかったのか。いろいろと小細工をしてくれたようだが、これで終わりだ。何もかも消えたらいい。なんてこと、エターナルスフィアに精神を投影したままでそんなことをすれば、兄さんだって無事では済まないのに。やめて兄さん。滅べ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 、何もかもなくなってしまえ。正義は絶対に勝つのだからな。消滅しようとしているのね。ああ、そんな、私たち間に合わなかったの。
さて、どうしたものかしらね。信じるさ。僕たちは現実にここにいるってこと。そうね。私たちはただの作られたデータなんかじゃない。消えろって言われても、はいそうですかって聞いたりなんかしないんだから、絶対に。そうだ、消えるものか。何もない。何もかも消え去ってしまった。光も空気も自分の体さえ存在しない。完全なる無。え？ない？本当に何も存在していないのか？なら何もないと考えている。この思いは、この思いは確かにある。僕が僕であることを認識できる。なら何もないわけじゃない。この思いは確かにある。だからこそ僕は生きているんだ。よ、心配しちゃったよ。お帰りなさい、フェイト。みんな意外に遅かったな。ああ、みんなも無事だったんだ。結局どういうことなんだい？私たちは消されてしまったんだろう。私たちの世界の目に見えるもの、触れることができるもの、確かにそれらは全てそのように認識できるように作られ、だからこそルシファーによってそれらをもう認識できないようにされてしまった時に、全ては消え去ってしまった。けどね、仮に私たちの世界にあった全てのものが虚構だったとしても、その世界が実在すると考えていた私たちの心そのものは確かに存在していたのよ。そうだな。ルシファーが何て言おうと、それだけは本当にあったんだ。だからよ、
だからこそあのルシファーといえども、ルシファーはね、そこにあるように見せかけていたものを再び無に戻そうとしただけ。それでは実際にそこにあるものを消すことなんてできやしないわ。つまりこういうことなのかな。あのルシファーは最後まで私たちの存在を認めてはいなかった。それだからこそ私たちは今ここにこうして存在しているって。多分僕たちの世界は厳密に言うと今はもう存在していけど、僕たちは自分自身の心によって僕たちの世界があると感じることができる。その世界にいる全ての人々がみんな同じように世界の存在を感じることができるのならば、その世界はやっぱり存在していることになるわ。たとえ実際にはどうであったとしても。いいじゃねえか、これで全ては終わったんだろ。だったらそれでよしとしとこうぜ。そうだね、僕たちはここに存在し、世界もここにある。それだけでも十分なんだ。帰ろう、僕たちのあるべき世界へ。うん、帰ろう、フェイト。私たちのみんなの世界へ。
そろそろ時間だな。ええ、そうですね。おやすさんによろしくな。あと、お前の方からもおやすさんに謝っといてくれ。道場を告げなくて悪いって。はい、クリフ。なあ、おやすさんの容態、そんなに悪いのか。信じられねえな。なんていうか、殺したって死なないような印象しかねえってのによ。ちょっとばかり大げさに言っているだけですよ。いい加減私に戻ってこいってことなんでしょう。そっか、あのおやっさんがまた随分と弱気になったもんだな。もう年じゃねえのか。かもしれません。結構長い間離れていましたから。だな。まもなくクラウストロ星系行き輸送船タレイヤが出発いたします。タレイヤにご搭乗の方は3番ゲートまでお越しください。繰り返します。そろそろ行かないと間に合いませんね。それじゃクリフ。悪いな、本当なら俺も一緒に戻りたかったんだが、どうもそうは言ってられねえみたいでよ。また貧乏くじを引きましたね。いいんですよ、クリフのそういうところが私は好きなんですから。私のような腕ではもう限界か。別に帰りたければ帰ってもいいんだぞ。いえ、まだやります。ふん。言っておくが、わしは別にお前らに強制しているわけではないぞ。わしのやり方についてこられないのならやめればいい。ただそれだけのことだ。イエッサー。お父様、一体何をやらせているのですか。お前があまりに不甲斐ないから、わしが代わりにお前の部下を鍛えてやっとるんだろうが。今この舞台を指揮しているのはお父様ではなく私です。余計なことをなさらないでください。彼らの任務は主に事務や研究なんですよ。無理に体を鍛えさせる必要なんてありません。何を言っとる。こんな生っちろい青病団たちを国の防衛を担う甲賀師団の一員として認められるものか。健全なる精神の持ち主に健全なる肉体が備われば、まさに鬼に金棒。お前は甘やかせすぎなんじゃ。お父様のやり方では、健全でない精神を持っている者たちしか残りません。私には私のやり方があるのです。口を出すのはやめてください。さあ、みんな戻りましょう。いえ、クレア様、自分はもう少し続けていたいと思います。はい、せっかくここまでやったのですし。見ていてください、最後までやり遂げてみせますよ。え、皆はこう言っておるぞ。お前こそ下がっていたらどうだ。うん、107、108、まだまだ。
ア様、申し訳ありません。出すメニューに最後までついてこられたものをお前と結婚させてやると約束しただけだ。どうせ相手もおらんのだろう。だからわしが選んでやろうと言っておるのだ。大きなお世話です。自分の結婚相手くらいは自分で探します。そんなことを言ってるから生き遅れとるんだろう。お前の年で男友達の一人もいないというのは少々問題だぞ。そんなところまで心配してもらわなくても結構です。ゴンゾーラちゃん、その箱は今回は使わないから後ろの方に置いといて。わかった。それからカルツォーネちゃんは開演の時に使う赤いフープを前に持ってくる。了解です。我らが美しき女神よ。おやおや、お嬢自ら陣頭式でやんすか。当たり前でしょ。わけのわかんない邪魔ばっか入ってのびのびになってたけど、今回の公演でようやくデビューすることができるんだから。あ、そうか、そうでやしたっけ。最近ろくでもないことばっか起こってやしたからね、すっかり忘れてやしたよ。じゃあまあ、今回はいつにも増して気合を入れなきゃいけやせんね。そういうこと。この私の記念すべき初公演に失敗なんて許されないんだからね。これから始まるこの私の栄光への奇跡、この銀河系最高のスターへの道を汚すわけにはいかないの。なるほどなるほど、確かにそいつは気を引き締める必要ありでやんすな。このバジル、お嬢のその言葉肝に銘じときやす。そんじゃまあ、そういうことで、足にはペットのハムスターちゃんの世話っていう大切な仕事がありやすんで失礼させていただきやす。え、大切？あ、うん。げげ、これは座長と副座長。あら、あんたこんなとこでどうしたのさ。会場の設営はまだ終わってないんでしょ。サボりかの？サボりじゃろ。な、な、な、な。あ、いや、決してそういうわけでは。あるんだろ。あのね、うちらがあんたとどんだけの間付き合ってきたと思ってんだい？うまいこと言ってサボろうったってそうはいかないんだよ。そぞな、そぞなよ、インチキはいけないぞな。もしですね、こいつはそのわかるでやしょ。ああ、もちろんさね。カルツォーネ、ゴンゾーラ、あんたたちはもう休んでいいよ。あとは全部このバジルがやってくれるってさ。そんな、いくらなんでも一人でなんて無茶でやんすよ。休まずやれば、明日の公演にはなんとか間に合うじゃろう。自業自得ぞな、もし。
頑張れ、きっとできる。それではご分を、働き者の妖精よ。ちょっと待ってよ、ゴンゾーラちゃんとカルツォーネちゃんって私は？何言われたか知んないけど、ごまかされてるんじゃないの。あんたもついでにやっときな。がっかり。まあ仕方ないの、これも一つの勉強像なもし。まあ二人ならなんとかなりやすか。じゃあ仲良く頑張りやしょうか、お嬢。一人でやれ。我が国の混乱を知り、比較的被害の少なかったグリーテンの貴族たちが結託し、何やらよからぬことを企んでいるという動きがあったようですが、それらの諸侯の中心人物にあたるアルゼムのワシキョウが急なる病によって倒れたことで、その動きは沈静化に向かっている模様です。そうですか。アルゼムのワシキョウには不幸な事故ですが、我が国にとっては幸いでした。これ以上我らが民に苦しい生活を強いるわけにはいきませんからね。今この西王国シーハーツは不要な戦を避けうるだけの力すらをも失ってしまっています。ある程度国力を回復するまでの数年の間、おそらくあなたには辛い任務を与えることになるとは思いますが、よろしく頼みましたよ。はっ、もったいないお言葉。未だにクリムゾンブレードの地位に見合わぬ被災の身ではありますが、女王陛下の信頼を一辺とて裏切らぬよう全力を尽くす所存です。どうやらこれでグリーテン方面に関しては安心していいようですな。アーリグリフはそれどころではないでしょうし、郵政師団の報告ではサンマイト方面の情勢は相変わらず平穏とのこと。そうなると今は国内が一番の問題ですか。そうですね。あまり信じたくはありませんが。国内とは？先ほどクレアからの報告があってな、どうもペターニの不起承人の一部に不穏な動きをしている者たちがいるらしいのだ。規模やその目的、首謀者などといった詳しいことはまだ判明しておらぬのだが、いずれ正式に調査を行うことになるだろう。誰か一人適切な人材を選んでおいてくれ。地理に明るい連鎖師団の者を一人つけ、その者と協力して捜査に当たってもらう予定でいる。わかりました。ではその任務はこの私が引き受けます。ん？そうか。ですが、ネル、あなたは先ほど帰国したばかりなのですよ。疲れも残っているでしょう。誰か他の者に任せた方が良いのではありませんか？いえ、今は何かと動いている方が安心できますので。なりません。部下の能力を信頼し、適切な任務を与え、経験を積ませることも上に立つ者の務めです。こたびの任務は他の者に任せなさい。女王陛下の仰せだ。この件に関しては誰か部下を派遣するがいい。何？お前が 2,3 日休んだところで文句を言うようなものなどは誰もおらんよ。お心遣い痛み入ります。では下がってよいぞ。先の戦乱で我が国も人材の不足が激しい。くれぐれも無理はせぬようにな。心得ました。それでは失礼いたします。
これはエレナ博士、陛下とのご面会ですか？ええ、今度開発した栄力による動力機関のことについてちょっと。そうですか。ずいぶんと久しぶりだけど、だいぶ仕事が忙しいみたいね。でもせっかく若いんだから、若いうちにしかできないこともしてみたら？応援するわよ。その言葉はそっくりそのままお返しします。エレナ博士もかなり研究に根を詰めていると聞いていますよ。私はもう若くないからいいのよ。それじゃあまた後でね。陛下をこれ以上待たせるわけにもいかないからね。ところでエレナ博士、あなたはなぜそこまで私たちのためにしてくださるのですか？この世界のことを好きだからよ。あなたたちの誰にも負けないくらいね。それでご不満？さて、そろそろだな。システムロック、重力ワープフィールド解除。重力ワープ空間から通常空間に行こうっと。よし、これであとはオートパイロットにお任せだ。ジェネシス星系まではあと30分ってとこか。しかしこんな時代になったってのに、なんでまたわざわざ直接会ったりしなきゃならねえのかね。時間の無駄だろう。通信とかだけでなんとかすりゃいいのによ。そいつは難しい問題だな。技術が進歩するってことは、それを悪用する手段も生まれるってことだからよ。この世界に住む奴らがみんなある日突然聖人君子にでもなっちまわない限りは、結局互いに面つき合わせて話し合うのが一番安心だってことなんだろう。おお、こら大将、もうお目覚めですか。目的地まではもう少し時間がありますぜ。それはまあそうだが、今回会うのは旧銀河連邦政府のお偉方の面々だろ。これから作られる新政府で、そいつらの扱いがどうなるのかわかんねえけど、いくらなんでも寝起きでご対面ってわけにはいかんだろ。有名人の辛いとこですな。好きでなったわけじゃねえんだがな。いわゆる消去法の結果だろうに。しかし正直、こう毎日毎日あちこち飛び回らなきゃならない生活ってのも考えものですな。いや、嫁さんに逃げられやしないかと毎日がヒヤヒヤもんですよ。実際今日も娘の誕生日だってのに、こんなところにいるわけですしね。たまには帰ってやるよな。俺も鬼じゃねえんだ。休暇願いを出せばきちんと受理してやるぞ。そういうわけにもいかんでしょう。クォークが解散しちまったせいで、今は圧倒的に人手が足りないんすから。まだ大丈夫でしょうがね。うちのやつもその辺は分かってるようですから。ああ、そうそう。大将が寝てる間に来てたメールはいつも通り全部そこに入れときましたよ。今回は200通ほどっす。重要度 A のやつだけでも20通はありましたかね。どうせ腹の中に何飼ってるかわからねえようなジジイどもからのラブコールだろ。見ねえわけにもいかねえが、見てると気がめいってくんだよな。気が乗らねえな。妙齢の女性からの食事の誘いもいくつか混じってやしたぜ。あ？差出人は？テトラジェネシスのオフィリア様と惑星ミッドガルドのアーリー様からです。それぞれ一通ずつ。確かに美人は美人だが、下手なジジイたちより始末が悪いな。あいつらみたいな奴との腹の探り合いは苦手なんだよな。いつものことだが、胃に穴が開きそうになる。飯くらいはゆっくり食いてえのによ。フェイトさんなりマリアさんなりが戻ってきてくれれば少しはマシになるんでしょうけどね。
そいつは無理だろ。もともとあいつらは好きでやってたわけじゃねえんだからよ。そのうち世間に引っ張り出されてくるかもしんねえけど、それまでこっちの世界に首を突っ込んでくることはねえだろうさ。あの人たちが出てきてくれたら随分と楽ができそうなんですけどね。ま、そこんところは年功序列だ。仕方ねえ。いずれバトンを渡すにしても、それまでは俺ら年寄りがやっていくしかねえだろうな。個人的には早いとこ隠居して楽をしたいんですけどね。もっとも次が優秀だってことが前もって分かってるのは気楽でいいんですけど。どっちも同感だけど、愚痴っていても仕方がねえ。次の世代の奴らのために苦労の種を少しでも減らしといてやろうじゃないか。そいつが年長者の務めってもんだからな。これでこの船ともお別れね。考えてみれば、私の戦いの日々はこの船から始まって、この船で終わった。改めて振り返ってみれば、そんなに長い時間ってわけでもなかったけど、それでも思い出すことは多いわね。これが最後のチャンスなんだ。よし、行くぞ。リーダー、ちょっと話があるんですけど、いいすか？おうおう、行った行った。さて、成功するか、それとも玉砕するのか、見物ではあるけどな。あなたにも随分と世話になったわね。私が頑張ってこられたのはあなたたちのおかげよ。ありがとう、リーベル。それで、話って何？ああ、リーダー、いや、マリアさん、その、つまり…何よ、改まって。私で力になれることなら、何だってしてあげるわよ。いいのか、ほっといて。後で後悔するんじゃないのか？あれこれ悩んでるくらいなら、自分の気持ちに正直に行動した方がいいとは思うがね。うん、平気よ。気持ちの整理はもうついてるから。いつまでも報われない努力なんて続けていられないでしょ。そんなことに耐えられるのはあいつみたいなよっぽどのバカだけよ。さあ、私たちは私たちのいるべき場所に帰りましょう。私たちは私たちなりの新しい人生を始めないといけないんだからさ。本日はクラトス第三空港をご利用いただき誠にありがとうございます。当宇宙港からクラトス、クールの各町へ向かわれる方々のために2番ホームに臨時の高速シャトルが用意されております。このシャトルの発車時刻は1200と1315になっておりますので、クラトス、クールへと向かわれる方々はお乗り過ごしのないようにお願いいたします。大丈夫か、ソフィア。ちょっと顔色が悪いぞ。疲れてるんじゃないのか？うん、少しね。でも平気だよ。輸送船が混んでてまともに座れなかったからな。無理だけはするなよな。ありがとう。でも本当に大丈夫だから。それにさ、船が混んでるのはしょうがないよ。会いたい人がいるのはみんな一緒なんだもん。そうだな。今回の件ではあれだけの被害が出たんだ。それに比べたらこれくらい。自分の大事な人が生きてただけでも感謝しなくちゃいけないよな。フェイト、ソフィアちゃん、
それに涼子おばさん、よかった、やっと会えた。行こフェイト、早くしないと置いてっちゃうよ。ちょっと待てよ、ずるいぞソフィア。